福岡市東区の海の中道海浜公園に国内最大規模のアスレチックタワーや宿泊できる球体型のテントなど新たな施設が完成し報道陣に公開されました。その高さはおよそ17メートル、六角形の構造が印象的な施設シードラグーンです。ロープやタイヤを渡ったり自転車を漕いだりと大人向けのアスレチックだけで92種類、中には足がすくむような一本橋も。どうでしょう、来ました。博多湾の海と空を全身で感じることができるんです。利用料金は1時間で小学生が2500円、中学生以上が3500円です。そして芝生に点在する直径6メートルの球体、中にベッドが設置されている宿泊施設なんです。窓からは博多湾の夕焼けを眺めることができます。このほか乗馬体験やサップ、カヤックなどのアクティビティも用意されています。公園を管理する九州地方整備局によりますと、今回のリニューアルは民間の事業者を誘致するパーク PFI で行っていて、税金は投入されていません。九州地方整備局は利用客が少なかったエリアが地域の魅力を発信できる場になることで観光の起爆剤としたいと話しています。新たな施設は今月15日オープンです。